うまく刺されましたね。まあしょうがないか。次こそリベンジ。辛すぎるぜ。来期の契約更改が怖い。すべて分かっとんねん。次はいないんだから。将棋ボーズ10分6球やっていきたいと思います。今日が2024年10月20日なんですけど、将棋ボーズちょっと今やってるのが18時半ぐらいなんですよ。竜王戦が終わって、でさっきちょっとやったらもう早速ですね、あの矢倉右玉との方と対戦しましたからね。矢倉右玉めちゃくちゃ強いんじゃないと。もしかしたら2024年の増田幸三賞矢倉右玉ってあるかもしれないですよね。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。もうね、相手の方が強いんで、しかも3連勝中ですし、もうとにかく意識としてはノーアウト満塁でマウンドに立ってるっていうことを意識して将棋をさせていきたいと思っております。で狙うのは村田システム。もう勝とうが負けようがとにかく村田システムを徹底的に村田システムやっていきたいんで、村田システム使いになりたいですね。でこれも右銀と左銀があって、今基本的にやってるの右銀なんですけど、まあ対振りもあるらしくて、まあ相手が角動かしてきたら正直角道開けてもいいかなって思ったりしてるぐらいですけどね。まあ5の位を取っておきますか、歩で。この村田システムのいいところは、良きところは自分のいいタイミングで角道を開けれるっていうところはやっぱ相当優秀だなっていうふうに思うんですけど、でもただ本当にシステムをうまく使いこなしたりとかできないと、まあ振り回されますよ。一気に持っていかれるんで。で僕的にはもう全部カニで囲って、玉の囲いはキャニ囲いでいいかなと思ってるんですけどね。まあ一回角で飛車牽制しておいて、もうどうせここまで来たら長期戦ですから、もしかしたら穴熊かもしれないですね。ちょっと棒銀っぽいことしますか。一直線穴熊かもしれない。とだいぶ混み合ってますね。歩、まあ、とりあえず一回いっといて、チャレンジ一回チャレンジしといて、でこれって棒銀スタイルだとどうでしたっけ。2四に歩進めて同歩だったら銀、これ銀で取ってたら、ただ玉があるから関係ないか。これぶっちぎって歩で相手が銀取って歩で成って王手かかって同玉って、あれちょっと待ってよ、2四歩って進めて、で銀の方に行ったら王手かかって飛車が利いてるか取れないから、まあ、絶対取らないといけないんですよね、歩で。で銀で入って同銀同歩、なんか切れるような、勝ってますか。ちょっとチャレンジしてみようか。ノーアウト満塁やから、そりゃ攻めた手をしないと。そんなね、ノーアウト満塁やから、これ銀で行って歩で行って銀で行って飛車で行って歩打たれて横にスライドするってのでいいのかな。合ってるっすか。でもどっちにしてもなんか銀交換みたいな形ですよね。飛車打って、あ、角だ、アホや、何してんの。はあ、絶望、絶望しかない、絶望しかねえ、何してんだこいつって絶対思われてるわ。アホや、あんだけ読んどいてホームラン打たれた。あんだけなんか読み聞かしてるふりしといてホームラン打たれたわ。もう泣くしかないな。二軍行きですわこれ。二軍行きの一発だ。ファンにブーイングだこれ。 SNS でボロカス書かれるぞ。 SNS でボロカス書かれんなこれ。なあ、あいつって金返せコール言われるわ。
怖っ。キャニで囲っときます。でもね、腐ってらんないですから。まあ締め出し食らうよね。門限過ぎたんで、門限過ぎてもうたんで、ただ腐りたくないんで、腐ってる暇なんてないですから。7分。やっぱもうでも毛と歩でなんとかしていくしかないですよね。毛と歩と銀で相手に飛車取られたかな。やべえなこれ、もろホームラン打たれたわ。甘いコース投げましたわ。グランドスラム打たれた。もうパワープロでいうピヨピヨ状態ですよね。だけどここでほんと腐ってる暇はないですから。もしかしたら次の回に味方が大逆転してくれる可能性はありますからね。味方の大逆転に期待。でもそのためにはやっぱり自分がしっかりと投げるってことが大事ですからね。何も期待せず待つってのも大事なんですけどね。でもこれちょっと飛車死んでますよね。まあシュッシュッシュってうまく逃げようと思えば逃げれるかもしれないですけど、ただどう攻め合うかですよね。角でシュッシュッシュって行くぐらいしか思い当たる節がないけど、相手の陣形に隙がないんですよね。銀を打ち込んでうまく対応していくっきゃないですよね。ただ銀の打ちどころっすね、本当に。銀の打ちどころが、今のところ飛車が死んでるんで、銀を参加させて、飛車取りに入るとか。でもじっとしてたら、行かれるけど、どうかな。ノーアウト満塁なんだから、ノーアウト満塁なんだから、そんな緩いこと考えてる暇はないっすよね。だけど、ノーアウト満塁。もう口を開けばノーアウト満塁いますから、ノーアウト満塁常に言っていって、ノーアウトは緊張感をね。ノーアウト満塁で100球ぐらい投げないといけないですから、ね、飛車がねこれクックって逃げない限り。ああそうか、こっち問題がありましたか。でも結局ここ歩打っときゃ一応レインボーブリッジ封鎖できるんで、横に来ましたか。ちょっと相手もじれてる感じっすよね。桂馬跳ねますか。あれもしかして今銀で上がっていれば飛車取れたかな。今銀で上がっていれば飛車取れましたね。うわアホや、ツーアウト満塁ところの話じゃねえな俺。もう一本がグランドスラム打たれたかも。もう一本グランドスラムですわこれ。ほらね、もう一本グランドスラムですよ。5分。何がねえかわからんけど、何がねえかわからんけどよ、もう一本グランドスラム打たれたわ。ほんともう2軍どころじゃないね。来年の契約更改も怪しいですよ俺じゃ。来年の契約更改も怪しいな。ここに行かれるよな。
ともう一回、もう一回だけ許してもらえるかな。まあそれはないか、ないよね。そりゃそうだよね。もう一回許してもらえるかなと思ってちょっと攻めた棋風見せましたけど、無駄に終わりました。あーでももう銀で攻めていくか。王手ですけど、あそっち来んのか。バッチ濃いっすね。あやべえ、これ3本目のグランドスラム行かれた。うわ、なんでこんなことになるんだ。もうお前は野球やめた方がいいよって言われてるようなもんですよね。大手か、しかも、しかも大手。もう荷物まとめようか言われてるわ。これで SNS までボロカス書かれるんですよね。現場でヤジ、 SNS で誹謗中傷、泣くで。泣く以外の選択肢がないもん。これ竜で寄ったら終わりっすか、まさか。ちょっとなぜか余裕を見せてたかい。まあ意地でも飛車は取らせねえぞ作戦ね。まだ監督はあの選手をまだ変えないんですか。もうと懲罰当番って言うんですけど、こういうの。でも本当お客さんみんなも帰り出しますよ。せっかく来たのに居酒屋のヤジにしか使わない。めっちゃ文句しか言わねえじゃん。めっちゃ文句しか言わねえじゃんとしか思ってないですからね。だけどめげない。なんだかんだ言って多分相手がなんかちょっと情をかけ出してるんですよ。情をかけるってのが一番危なくて、やっぱ非常に徹さないといけないんですよ。でも攻撃の相手の陣形がめちゃめちゃいいような気がして、どこにも何も打てないですよね。一回なんか打ってきっかけを作んないと本当に何もない。拠点になりそうなのは2-4歩ぐらいなんですよね。2-5歩からなんかしら3分作れないかなとは思ってんすけど、飛車を打ち込むところもないし、これなんかの囲いっていうんですか、こう完璧すぎないか。でも完璧すぎるのを壊さないとダメだから、自分がそういう世界飛び込んだんやから。2-4歩は緩いと思うんで、2-4桂とかもぬるいし、やっぱ陣形崩すってのが大事ですから、4-1銀ぐらい打って銀で一回そっぽ向かして、意味ないか。相手の陣形が完璧すぎる気がすんな。2分、ものすごいいいシフト敷いてるわ。ちょっと無駄がなさすぎないか。いや、ものすごいハンデ戦食らってるわ。24K ぐらいしか、 24K も何の役にも立たないってな気がするんですけど、まあでも相手の陣形を乱すっていうのが絶対必要ですから、陣形が乱れるにも入らないですけど、
まあ、これどう、あ、竜で来んのか。1分30秒かな。逃げて、右に逃げるか、合駒かな。敗戦投手のくせに粘ろうとするという、どっち行っても地獄な気がする。なんか右の方が地獄だから、まあ、どっちも地獄ですけどね。もうインコース投げようが、アウトコース投げようが、スライダー投げようが、チェンジアップ投げようが、カットボール投げようが、全部打たれる気がする。まあでもどうですかね、攻めてはないし、かといって相手もね、どうなんですかね。まあ、そうきますよね。でも今のところはどうなんですか。3-5、7-5、ここで7五金って打ってたら終わってたんですよね。塗っていきますか。でもここで香車横銀上がり、後ろ引いて竜で入って斜めかといって上に行ってもう終わりっすよね。次こそリベンジ。つらすぎるぜ。来期の契約公開が怖い。